エリエ、明日は結婚式。僕たちが付き合い始めてからちょうど丸4年になりますね。振り返ってみると本当にあっという間の4年間でした。衝撃波を受けた出会いの日から今日まで、僕らはお互い何ともなしに自然に惹かれ合って、自然に距離が縮まって、自然にこの日までたどり着いたように思います。だんだんと2人の距離が縮まるに従って、僕はつい厳しいことを言ってしまったりしたこともあったけど、あなたはそれでも変わらずそばにいてくれました。時々よく俺のことを嫌いにならないなと不思議になることもあります。こんな僕のことを好いてくれてありがとう。誓って言いますが、僕にとっては世界中のどこにだってあなたほどの人なんていません。好きです。これからもずっと、どんなことがあっても。この日が来ました。4年前の今日、悟くんが付き合おうと言ってくれてからあっという間でしたが、思えばたくさんの人との出会いがありました。悟くんはいつも俺の友達はみんないい人たちだからと言っていて、実際その通りで、私はとっても楽しいです。悟くんは自分のことを人見知りだって言うけど、私の家族や友達と何度か会うたびに楽しそうに笑っているのを見ると嬉しくなります。そんな出会いが重なって、明日来てくださる大切な皆様がどんどんつながっていったら素敵だなと思います。これから喧嘩もいっぱいすると思うけど、それ以上に2人でもみんなでも楽しい時間を共有していこうね。明日は結婚式。今までありがとう。これからもよろしくね。ずっと一緒に生きていこう。2017年2月10日、結婚式前日の夜、悟より。